小豆島オリーブバス株式会社は、香川県小津郡との象徴に、本社のあるバス事業者、公益社団法人日本バス協会会員。それまで、小豆島内で路線バスを運行していた、小豆島バスの一般路線バス事業撤退に伴い、2009年に地元出資のバス会社として設立され、翌2010年に小豆島バスから路線バス6路線の運行業務の移管を受け運行を、 開始した一般路線のバス3都線のバス新県線のバス、小豆島の外周各港や3都などの半東部、また、寒河系や24の瞳江画村、銚子系などの観光地を結ぶ。東内全線を乗り降り自由なフリーパスも発売している。北回り福田線など路線によっては、フリー乗降のできるフリーバス区間が設定されており、運転手に 事前申告することで、経路上の安全が確保できる場所であれば、フリー校舎が可能。また、タイブ港、フェリー乗り場前などには、通常のバス停ではない、標準上高地点の案内看板もあり、これらからの乗降も可能である。2010年に小戸島バスから引き継がれた後は、観光路線を除き基本的には、同じ路線網であったが、 小豆島中央病院の2016年4月会員、小豆島中央高校の2017年開校を背景に2016年3月20日に路線を再編し一部では路線延伸やルートの変更も行われたほか、乗り継ぎ拠点となるとの省庁中心部のオリーブタウン、前にバス専用の道路が新設された。同時に運賃も上限300円に引き下げられている。また、 フリーパスも1日券が1000円、2日券が1500円に値下げとなった。路線再編及び運賃値下げの効果について、小戸島町によれば2016年度の利用者は57.9%の大幅増を予測している。その後もダイヤ改正や停留除名の変更などを適宜行っている。南回り福田線島西川の都の昇降から、 小戸島町の行政の中心や医療拠点に近い池田港、草壁港など島の南側を通り島北東の福田港へ向かう。口述の通り2016年の改編で一回り福田線が最終一便を残し都の商港まで行かなくなったため都の商港と福田港を乗り換えなしで移動する場合には基本的に道路線を利用することになる。一部便が 池田港ターミナル前を経由する。坂手線小豆島オリーブバスの主力路線で、戸野商工と安田の間は、南回り、福田線と同じルートであり、同区間では両路線で1時間に1から2便以上が確保されている。一部便は池田港ターミナル前を経由する。坂手港では、ジャンボフェリーに接続。北回り福田線元は、南回り、福田線に対して、 島の北側を走行し、日成港への瀬戸内、観光汽線が出るタイブを経由する、都の商港と福田港を結ぶ路線として運行していた。南回り、福田線に比べて、都の商港と福田港間の所要時間は短かったが、2016年の再編で、都の商港への乗り入れ線は、夜の福田港発最終便のみとなり、他の便は、都の省庁中心部から先、 都の商工へは向かわず、池田港を経由し、小豆島中央病院へ発着する路線線となった。このため、都の商工から大分方面へは、オリーブタウンにて原則乗り換えとなる。一部便は、池田港ターミナル前を経由する。2018年9月改正にて、一回り、福田線の都の商工発福田工業が早朝に一便、復活した。 田野浦映画村線二十四の瞳映画村へのアクセス路線である。元は坂手線の区間延長的な路線であったが、二千十六年の再編により、エンジェルロード前経由に変更された。全便がオリーブ公園内の3オリーブに立ち寄るほか、都の省港方面行きの一部は坂手港ターミナル、池田港ターミナル前を経由する。西の浦線二千十六年の改編より、 尾瀬瀬目との昇降間を延伸して、循環路線となった。中山線元は大拓線と称し、奥中山までの路線であったが、2016年の改編で池田農面口まで延伸されるとともに、中山線に改称された。2017年4月1日改正にて、小戸島中央高校前まで延伸された。四海線元は、目島までの路線であったが、 2016年改編にて、馬越浜まで延伸された。新県線3月中旬から5月中旬、7月中旬から9月上旬、10月上旬から12月上旬の毎日と5月中旬から7月中旬、9月上旬から10月上旬の土日祝に運行される。小豆島バスから引き継いだ際は観光路線ということで等路線とスカイライン。 緩和系線は引き継がれなかったが、大体として、小豆島町が草壁港と港運定館に乗り合いタクシーを運行。同年10月23日から、新県線を小豆島オリーブバスによって再開。サント線小豆島町 A バスの運行自宅。小豆島バス時代は、どの商工から運行していた。サント半島の西側から南へ向かう路線である。 2017年4月1日改正にて、小戸島中央高校前へ乗り入れ。3都東線小戸島町営バスの運行自宅。3都半島の東側をカバーする。2016年の再編時に、それまでの町営福祉バスに代わり新設された。2017年4月1日改正にて、小戸島中央高校前へ乗り入れ。 瀬戸内国際芸術祭戦2010年から3年ごとに開催される瀬戸内国際芸術祭の期間中に合わせて運行している路線で、おおむね3月から5月、7月から9月、10月から11月にかけて運行される。田野浦栄河村線、中山線と南回り、福田線のそれぞれ一部区間を合わせたような路線で、あるが独自のルートが一部にある。車両は、 小戸島バス時代から日の自動車製の中型車を使用しており、ノンステップバスの日のレインボー HR、レインボー2、ツーステップバスの日のレインボー RJ、レインボー RR が配備されている。小戸島バスからの継承者は白を基調とした塗色、オリーブバスになってからの車両は、オリーブの絵が描かれたグリーンの塗色となっている。ありがとうございます。